おはようございます。段村です。はい、エレンです。ありがとうございます。はい。ウルトラシャイニーで、新カードが大量に登場したんで、はい。サナイト GX とかに。新カードうちはちゃんと新カードですよ。あ、そうですね。はい、A さんの方は黄昏のルガリオンが新しく登場したんで、はい。まあ、エレン破壊デッキを組んでもらったって感じかな。はい、僕がウルトラシャイニーで登場したサナイト GX。別に一緒ですけどね。まあ一応新カードも入って多少強化されてますんで、はい、やってみようかなと思います。了解です。お願いします。お願いします。じゃあやっていきましょう。よっ、はい、どうぞ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先で、はい、あとです。よしよしよし、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラルトスから。じゃあラルチスタートはいいですね。いいっすよ。じゃあまあ一応順調にやっていこうかな。まずは、はい、ハイパーボールから手使います。ステーカーなんですけど、白のと、ここ、あと1枚は、こっちかな、ペアリングイーブつけます。よっ。じゃあ、まずイーブイから回収します。セグではない。はい。ニューペアリングイーブ初めて使いたいんで、で、カットお願いします。はい。じゃあ、ベンチ出して、両方ね、ウルトラシャイン入ってますね。そうなんですよね。進化先が入ってないっていうね。確かに。進化先入ってないっていうのだけど。こだわりハチマキもつけます。はい。で、ここでそうですね、リーレーで、2枚なんで、最初の番組で6枚かな。いいっすね。いきます。はい。1、2、3、4、5、6。あー、そっかそっか。じゃあ、もう1回ネストボール入ります。はい、種ポケモンなんで、じゃあ、ラルトスはい、1です。お願いします。ちょっと入りますね。どうぞ。まあ、そうだな。こっちから、じゃあ、ジラーチもベンチ出しておきます。おはい、どっちもですか。ベンチ出して、そうなんですよね。で、カットお願いします。はい。はい、どうぞ。よいしょ。はい。で、これで一旦終了かな。はい、じゃあ1枚引きます。はい、どうぞ。よいしょ。なるほど、エネを張らないと。はい。じゃあ、ベンチにマグマックを出しましょう。足りなかったとも言う。そっちの方が高そうな気はするんですけど、ハイパーボール使います。はい、どうぞ。トラッシュすんのは、エネ張ってないんで、じゃあ、こことここですね。はい、よいしょ。で、ネホをひたすらに待っていきますよ、うちは。で、ハイパーボールなんですけど、対象はメタモンプリズムスターです。はい、お願いします。えぐいなぁ、えぐいトラッシュだなぁ。カットお願いします。よいしょ。はい。で、前のジラーチにエスケープボードがあって、じゃあこっちも願い事使います。はい、1、2、3、4、5枚。はい、よいしょ。1、2、3、4、5枚見てないですか。うわぁ、大丈夫です。5枚です。これなぞ1枚。はい、どうぞ。いいでしょう。サポがないみたいですね。順当ではないかな。じゃあ、ジラチ眠りかな。はい、カットお願いします。よいしょ。どうしよっかな、これ。逃がしておくか。HP70 だし、そこそこ耐えるでしょう。じゃあ、このまま終了で。はい、わかりました。はい。ポケモンチェックで、1枚取られたんで、回復します。よいしょ。はい。なるほどね。じゃあまずはエナジー進化を使うまでもなく進化します。はい、言ったから。はい、進化して、でエスケープボードもジラーチにつけといて、はい、でここでそうですね、ちょっと一旦ジャッジマンから。ジャッジマンからクソ大事に温めておいたな。あー、まあまあ強いには強い。じゃあ何か不思議な目でサナイト進化します。はい、はい。で、一応まあ、あんま関係ないですけど、じゃあ手張りで大丈夫です。はい。秘密の泉じゃなくて。はい、で、これでじゃあ、技使います。インフィニットボスで、はい、お互いのバトルボケもついてるネギのが避ける30ダメージなんで、はい、30ダメージですか、ね、1エネついてないんで、普通に30ダメージですね。じゃあ終了です。はい、1枚引きます。よいしょ。こっちはそこまで強くはないけど、まあ、ベンチに1個出しますね。はい。はい、出しまして、これ、いけるかな。じゃあ、願い星使います。はい、5枚。1、2、3、4。5枚ネストボール、はい、もう使いますか。できます。そうですね。どう使いましょう。はい、ネストボールでジラチ持ってきます。はい、なるほど。もう一回たいですね。そうですね。一旦カットお願いします。ジラチは眠り。ドロサポを引きに行かないとですね。はい、じゃあ、スケープボールの効果でジラチに行けます。はい、前にジラチ出して、願い星使います。はい、よいしょ。1、2、3、4、5。ここでじゃあ持ってくるのが、ハイパーボール。はい、お願いします。で、そのままハイパーボール使います。うん、2枚トラッシュはそうですね。じゃあ、こことここかな。よいしょ。はい。はいはいはい、で、ポケモン1枚持ってきます。持ってくるのは、こっちにしておきましょうか。じゃあ、ルガルガン GX。
黄昏の方で、ね、はい、なるほど、します。で、カットお願いします。はい、動けはしないけどそれっぽいぞっていう。じゃあベンチのイワンとルガルの GX 進化させて、はい、特性トワイライトワイで、進化させた時に相手のバトルポケモンについているエネルギーをことらしすぎて、でプラスさせていただき、さらに2個玉をルガルに使いましょう。はい、じゃあこの状態で技は使えないので、こいつに眠ってないんですね。で終了で、はい、いつも眠りガバガバになるんだよな。願い星、あんま関係ないからね、エスケボードついてる時が多くて、はい、そうそうそう。あーっと、こっちか。なるほど。このまま白の使います。はい。じゃあ、秘密の泉の効果で、はい、自分の前に回転札にある流行り用紙に見つけることができると。はい。で、続けて、で、手張りで。手張りで2個玉。はい、でということは結構強いですね。じゃあこれで技を打ちます。はい、インフィニットボスで今度は、2ボタンを1個運として数えるので 1,2,3 で90ダメージで強いですね。で、1枚もらいます。はい、こちら1枚で、はい、1枚引きます。よいしょ。そしたらそのまま願い星が入ります。はい、5枚 1,2,3,4 5枚。ハンドがこことここだから、ちょっと待ってくださいね。リリーで、はい、はい、開始お願いします。で、カットお願いします。はい、ジラチャネルとジラチが眠りとですね。はい、で、ここは出した方がいい。いや、出さなくていいか。じゃあリレー使います。はい、2枚なんで、4枚いきます。はい、1,2,3,4。お、強いぞ。で、じゃあマグマックをマグカルゴに進化させます。はい、進化させて、手張り、あ、そっか、このままいか、ここ使っておきましょう。改造版まで、特殊エネルギーことらし、はい、ニコ玉はっぽいです。はい、で、させまして、の、もうちょっと圧が動きますね。ジラーチを出して、エスケープボードで逃げます。はい、よいしょ。で、前にジラーチ出して、マグガルゴの特性地ならし使います。はい、好きなカードを1枚トップに持ってきます。はい、結構ね、後から動くんでね。まあ、そうですね。で、じゃあこの1枚を選んで、はい、カットお願いします。はい、願い申して、はい、はい、ですね。上持ってきて、願い星を使います。はい、まだ眠れない。まず2、3、4、5枚見て、1枚できて、カットします。はい、どうぞ。眠り、はい、はい、いや、ジラーチとハンマー系だけでいい。でもやりたいことはやっていく。クラッシュハンマー使います。はい、コイン投げて表だったらエネルギー1個取らし、よいしょ、表だったらふざけたまに仕上がって、ベンチのイワンコにラブ無色エネルギーつけて、はい、これで終了でお願いします。はい、はい、1枚です。です。あ、なるほどね。ただ秘密の泉がね、エネどんどんつくからね。まあ、そうですね。ただどんどん山形からリソースが減っていくというのは痛いところではあるので、タイマーボール使います。はい、今夜2回だけ表の数分、進化ポケモン山形から持ってくれると。お互いめっちゃコミ高いね。ほら、裏2回目おお、サンマが好きな進化カードにします。さすが、さすが。いや、相手のジラーチが仕事してるが、こっちのジラーチが本物なんだよな。キルギア開始します。はい、で、カットお願いします。よいしょ。で、じゃあ連想ラルフスキルギアに進化しておきます。はい、進化しといて、ほらもう一回じゃあ秘密の泉やばいで、ありますね、やることないんで。はい、インビニットボスで90ダメージで接させます。よし、いきます。と、前ジラーチで、はい、1枚いきます。よいしょ。はい、マグカルゴの地ならし使います。はい、よいしょ。これトップにして、カットお願いします。よいしょ。はい、はい、願い星使います。いや、強いですね。4枚に行って、ここで、はい、よいしょ、トップに持ってきます。眠りまして、これ加えて、で、じゃあそのまま白を使います。はい、よいしょ。根が引けない。じゃあ相手を止めるしかないでしょう。改造版まで2個玉は取らし、はい、よいしょ。はい、しまして、マジか、蹴りつける必要もないもんな、これは。しかもポイントすね。そう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 。前のジラーチにそのまた2個玉貼られなければいいだけの話ですよね。はい、じゃあ、地ならし願いを使ったんで終了で、よいしょ、表切ります。はい、クソ事故ってるけど意外と戦えてるように見える。まあね、こっちのリソースがいつ切れるかみたいなところはあるんで。そうそうそう、なるほどね。ちょっとでも30か、その30が効いてるんだ。そうですね、普通にエネが1個つけば2個玉じゃなくていい、ね。秘密の泉使います。はい、じゃあフェアリーエネルギーを1枚3枚につけます。はい、でここなんですが、
出さなくていいかな。ジラーチを倒し続ける日々なんだよな。じゃあインフィニットボスで、はい、今度は60ダメージ、90ですね、合計。はい、気絶します。ジラーチがいなくなってしまった。よし、もう上で引くしかないでしょう。で、ちょっとトラッシュミストもらっていいですか。いいですよ。何枚やると N が大事なんですね。1、2、3、4、5枚ですね。大丈夫でしょうか。150、まだそれじゃダメなんです。6、7、ここくらいで今は私はいけますよ。7、3、210ダメージ、はい、なるほど。ちょっと待って、そうさすがにきつい。今トラッシュします。はい、はい、1枚引きます。ワンチャンいけなくはないんですけど、ワンチャンワンちゃん、ワンちゃんだけに、こだわり鉢巻きワンコにつけます。ごめんなさいな。ルガルガン GX 進化させて、特性とワーライトアイで2を1枚トラッシュ。何でもトラッシュできるのが強いよね。そうですね、バトル場についているエネルギーだったら何でもできるっていう気です。で、ここは置きたくないけどエネ引けなかったらきつすぎるんで、置きましょう。せせらぎの方が張ります。はい、こっちの方がいいな。で、そのまま使います。ここはい、よいしょ。で、イワンコ強タイプのポケモンを選んで連チャン出します。はい、お願いします。はいよ。山根削り、あ、マッカルゴのジナーシアンじゃん。使います。はい、いいっすよ。完全に忘れていた。はい、持ってきて、はいはいはい、します。あー、なるほど、リーリエとかがある感じかな。そういう感じですね。で、トップ持ってきて、リーリエ使って、はい、2枚なんで4枚いきます。よしよしよし、そう、ルスワールより強い。ルスワールより強い。で、手張りして、はいはいはい、6枚。今エネが6、1、2、3、4、5、6枚ですね。6、3、180、5、8、210、もう1枚で210、もう1枚で210。クラッシャーマン使います。はい、今日は表出てる。よし、あーすげー、OK、下がりました。これで7枚になった。7枚になったんで、じゃあラジアルエッジ GX 使います。トラッシュにあるエネルギーの枚数かける30ダメージ。1、2、3、4、5、6、7枚なんで、はい、210。こだわり勝ち負けで240ダメージ。はい、落とせます。4枚よいしょ。はい、でもジラーチがジラーチが仕事する仕事する。1枚いきます。はい、あーと、なるほどね。はい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 。となると、ここはまずそうだね、まず願い星使います。はい、上から5枚に、さっきこれゆっかり6枚にしちゃったんですよ。5枚ですよ、5枚。そうなるほど、はい。レスキュー単価回収かな。単価、はい、単価回収して、タタンスになる。で、レスキュー単価使います。はい。カットお願いします。はい。で、手札に加える方で、じゃあ3枚と手札に加えます。はい。じゃあ、ウルトラシャイニーで登場したサイトジェクスを共通していきますね。進化して、で、ここで、今エネが3枚ついてるの ?3 枚ですね。1、2、3、4、5、6、7。OK。じゃあ、前の番にフェアリーポケモン季節してるんで彼も使います。ここ地元らしいから好きなカード2枚やってください。つえー。じゃあニコタマと、つえーよー、つえー、それはつえーよー。ニコタマと手札失礼します。ニコタマと、じゃあフェアリーエネルギー回収します。そうね、エネが大事ですからね。そうですね、ここ回収して、じゃあエスケーボードあるんで逃げエネゼロで眠りでも逃げれると。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。3つの泉で1枚つけます。はい、でダブル無色エネルギーを手張り、はい、で、こだわり鉢巻きをつけます。はい、よし、せすらぎの勝つポケモンはどうぞ。なんかいたかな。タローラロコンとかはないですね。ないです、ね、スイチハンマーマッシュも残念ながら今ないんだけど、とりあえず確認だけしておきました。なるほど、はい、じゃあ、技使います。はい、インフィニットフォースで、お互いのバトル部分についてのメンバーかける30なんで、1、2、3、4、5、6、3、108、8、9、210で、はい、こんな勝ち番を回っていきます。8番キープですね。で、滑りますしたらば、殴り続けようか。じゃあ、ルガルガン GX から出します、はい、1枚いきます。はい、一応無効化すればいいだけのこと。まあ、そうなんですね。ルガルガン GX に、基本等エネルギーをありまして、じゃあ特殊エネルはこっちかな、ベンチにカミスルギ GX 出します。特性切り捨てる。ベンチに出た時、相手の場のポケモンについている特殊エネルギーを1個取る。なるほど、そいつも入ってるんだな。入ってますよ、はい、ひたすらにエネを嫌っていくシステムなんでね。はい、で、使ってからのあと1枚はそうっすね。じゃあタイマーボールを使いましょう。ここに入れます。裏、もう1回よいしょ。よしよし、5を背負っているぞ。なるほどね。そしたら、地鳴らし使います。トップに1枚持ってくるのがどこ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 
はい、大丈夫ですね。お願いします、はい、で、地鳴らし使って、だからこれトップで、はい、まだタイマーボールしか使ってないそうっすね。じゃあ、クグイ博士で使います。山札2枚引いて、はいはい、ダメージプラス20と、はい、で、レスキュータンカーを使いまして、はい、トラッシュからポケモンの1枚なるほどね、なるほどなるほど、今の進化で、はい、特性とワレートアイで、N1 枚飛ばし相手を動けなくした上での、大丈夫ですね、技使います。じゃあ、アクセルロックで120のクグイ使ってるんで140ダメージ。エネはつけさせないと。いじめます。はい、さあ、4エネ、3エネか。ニコタムがつけば落ちる。なるほどね。取らせますか。トラッシュ出現します。なるほどなーと。いけるぞいけちゃうのいけるぞ、最後1枚だもんね。最後1枚ですよ。グズマでメタモンプリズムスター、はい、なるほど。前にして1枚つけばいいわけですね、これで。はい、で、ニコタマはないんだけど、はい、秘密の泉、はい、手張り、はい、で、エスケープボードあるんで逃げます。逃げます、はい、で、じゃあこれでインフィニットフォースで、60ダメージで気絶させて、気絶します。で、1枚取って僕の勝ちです。はい、ありがとうございました。そう、秘密の泉でエネ供給の方が今回はまあそうですね、まさりましたか、うん、まあでもエネ破壊はだいぶ厄介ですね。こっちが属性があったんで、はいはいはい、まあ、かろうじて手札にエネもうまく来たからよかったけど、まあそれがないデッキとか普通に一旦に1枚エネ張るデッキにはよく刺さるんじゃないかなと思います、ね、そうですね。結構ハンマーとかをどんどん持ってきてひたすらにエネを割ってって感じでやれば。そうね、こいつ何しに来たんですかね観光ですか。あ、テランダーラビンスも使ってね知ってる。ありがとうございました。